戦闘ハワイは、数と泉による漫画、つぼみウェブコミックにおいて、2012年から2013年まで連載された。戦闘ハワイは、もともとは作者の別作、貧乏姉妹物語の主人公である、山田京、明日姉妹が利用している戦闘として登場したのが、書室である。当作が、温泉旅館ではなく、戦闘を舞台としているのは、作者の数と泉が、 東京都大田区の出身であり、大田区には天然の黒い温泉を利用した銭湯がたくさんあったためである。作者は後書きでこの作品を作るために温泉について学び、温泉ソムリエの資格を取得したと述べている。印刷会社に勤務している熊岡住は、ここ最近ずっと残業続きで疲れていた。ある日、いつものように残業をして疲れて帰ってきたため、シャワーを浴びて、 さっさと寝ようと思っていたところ、シャワーのお湯が出ず、故障していることが判明。前日は疲れて、シャワーも浴びずに寝てしまったので今日はシャワーを浴びたいと思っていたのに、突然の故障に遭ってしまったため、仕方なく近所の銭湯、ハワイを訪れる。番台で霞を迎えてくれたのは、銭湯には不釣り合いな制服姿をした美少女だった。番台で代金を支払い。 他に誰も利用客がいない貸し切り状態の大風呂で、ゆっくりと入浴し、生き返った気分になる。しかし、入浴することによって張り詰めた緊張がほぐれ、普段の疲れが出て入浴中に意識を失ってしまう。霞はバンダイにいた美少女に解放されて気がつくが、それは同時に自分の裸を見られてしまったことでもあるため、恥ずかしくて二度と来られないと思う。 しかし、解放してくれたお礼が言いたくて、翌日もハワイに行く決意をする。翌日、霞がハワイを訪れると番台には、昨日の美少女はおらず、日焼けした美人が番台にいた。会えなくて残念な気持ちがある一方、会えなくてほっとした気持ちもあり、複雑な気持ちを抱えて入浴していると、後ろから声をかけられた。声をかけてきたのは他ならぬ。 昨日の美少女だった。霞は昨日の入浴中に気を失ってしまった自分を解放してくれたお礼を言おうとするも逆に彼女の方から謝罪された。戦闘全体に気を配るのが万代の仕事でありながら霞の異変を事前に察知できなかった自分に火があるというのが謝罪の理由だった。霞は美少女の肌が真っ赤になっているのを見て 自分が来るのをずっと熱い湯船の中で待っていたのだと気づく。霞は自分の自宅の風呂が治ればハワイに来る必要はなくなると思うも、そこまでして自分が来るのを待っていてくれた美少女の気遣いを嬉しく思い、自分の名前を名乗り、また来ますと告げる。その言葉を聞いた美少女は振り返り、霞に、湯浅清ですお待ちしています。と告げ、 この日から霞の戦闘が良いが始まる。作者の作品には鈴木製の登場人物が多い。彼女の現役復帰に伴い、清は万代業務を外された。そもそも貧乏姉妹物語とは全く別の世界観の物語である。常連客の一人にメトラワの主人公である藤社に告示した人物がいる。ありがとうございます。